前回のリタ君とお姉チャンネルはヨガなんですけれども、はい、二人で、はい、ヨガをします。僕はひらめいたわけですよ。ヨガ中ならどんだけボディタッチしても大丈夫なんじゃないかなと。そうそう、もうちょっと持ち上げる、持ち上げる、持ち上げる、もっと取り替えおへそを。これしよう。無理。いや、俺が持つから。無理。持つからやってみる。無理。ブリッジも無理やのに。一回やってみよう。両肘を肩幅に開いて床に置き、両手を組む。頭を床に下ろし、後頭部を手のひらでサポート。はい。吐く息でお腹を引き込みながら膝を伸ばす。お腹を引き込んだまま、吸う息で足を床から離す。どっちやったっけ。ほら。そう。でかい、高い。三角。やろうっていう意思を見せ、うん、で、あ、いいね。ちょっと待って、どう？でもな、結構いい感じになってきてんじゃん、うん、汗とか全然書いてなかった。ブリッジ系がいいな。でもいい、ブリッジできんもん。やって、ブリッジ一回。え、ブリッジやってみて。無理やって。いや、できるかも。やって。お前もやってない。一回できんよ。うわっ、ほらできる。やめて、もうやって。ブリッジはできんから違うやつにしよう。やって。いい、できん、できん、できん。やって。できん。ブリッジやだ、早く。早く。怖い。早くやる。下見る人怖い。せーの。違う。はい、頭。あ、いや。力入れて、もっと早く。はい、最後まで離せ。いいよ。リタくんとお姉チャンネル。ブリッジはしんどいわ。じゃあ最後の奥義みたいなやつでもう終わろう。はい。鳩の王のポーズ言ってこれ。ラージャカポッターサーナ。無理、サーカスやもん。だっていきなりこんなんを素人が試したらよくない。いや、俺がトップだから多分できる。できんの、ルート。あなたは人をお人形みたいにバキン、バキン。ひざまずいて両足を腰幅よりやや狭く、こんぐらいかな。腰、肩、頭が膝の真上になるようにするやから、そのまま起き上がって一回。そう。ほう。顎を胸骨の方へ引き、腰を前に押し出さないように頭と肩をできるだけ遠くに後ろへ傾ける。いや、でもそんな感じだと思う。肩甲骨を背中に引き締めて、胸骨最上部を引き上げる。胸を最大限に持ち上げて、徐々に頭を緩めて後ろへ。おー、いいよ。で、危ないね、これ。体を反らせきって、頭と両手を床の上に下ろす前に、手のひらを胸の前で合わせる。アンジャリムドラーにすんねんて、この時。わー、いいね、いいね。アンジャリムドラー。それから両手を離し、頭上へ伸ばして後ろの床へ。やって、ここから。あ、待って、アンジャリムドラーの時点で、待って、何アンジャリムドラーして。何アンジャリムドラーは多分、一回こう言って。もう無理や、自分の力だ。アンジャリムドラー、自分の力じゃもう
アンジャリムドラの時点で、うん、頭はもう床についてる。無理じゃない？で、アンジャリムドラで頭をつけてから多分こういくんやと思う。まあ行こう。だからまずこうして、そうで、アンジャリムドラして、アンジャリムドラして、そう、徐々に徐々にいく。もっといてね、もう自分の力だ。もう無理。頭下げていく。はい、しやあ、いいよ。重すぎる。で、あと自分の髪の毛踏んでるさ。で、あ、痛い、頭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 痛い。ちょっと起こして、起こして、起こして、熱い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 。みたくんとお姉ちゃんねる、頭上へ伸ばして後ろの床へ。ちょっと待って、元の形、うん、もうここでもう膝を、ちょ、床につくよね、ここで、うん、でもこれはちょっともうやろう。アンジャリムドラを完成しないと止まらないの。やだー。まず一直線ですね。そう、じゃあもうちょい、もうちょいこっち来て。だからもうアンジャリムドラのその構えもういいわ。だからもう付けに行った方がいいんちゃう。で、こうじゃないんや、さっきの人。ここなんや、ここで床につくんや、ここで。なんやお前。もう面白すぎて。あ、はい、じゃあ、はい、俺押さえといて。うん、そっちからじゃなくて、うん、こう、あ、じゃあここに足入れといて。じゃあ、うん、一回来て、もたれてきて。うわうわうわ。で、肘、いけそう、肘肘って無理。じゃあ、でも俺も下げられん、ここから。ここから下げられない。絶対無理。下げてあげて。アンジャリムドラはもう無理。やめよう。これやめよう。これやめよう。もうわかったわかった。熱い、ほんまに熱い。いや、ちゃんとこれは無理無理無理。俺や、俺や、ほんまに無理、本当に無理。背中が折れる。違う、俺や、ほんまに最後にちょやらせて、挑戦させて。こう二人の挑戦やから。二人での挑戦やから。痛い。だから別になんかこっからそう考え、だから普通にまず、普通に寝よ一回。ほんで、はい、で、肘をどうやってやんの。え、どうやってやんの。え、無理やろよ、これ言ってよ。分かった分かった分かった。だからこういくやん。だから、はい、一回ちゃんと自由にさせて。で、行くで、行く。あ、ちょっと待って、このままちょっと待って。行くで、行くで、せーの。痛い。早く。これ以上、これ以上もう無理や。戻れん、足が戻れん。早く。お前らもう、面白すぎたわ。実は、俺は企画で、ヨガチューナーのボディータッチできまくるんじゃないかってやつやってたけど、もうそれどころじゃなくなったもん。皆さんも、もう少しステイホームが続くと思うので、ヨガをして、呼吸をたくさん吸って、アンジャリムドラーもいっぱいやって、いいおうち生活を過ごしてくださいね。では、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。Twitter と TikTok も最近始めたので、よろしくお願いします。バイバイ。